はい、それでは次にマイナー7フラット5ですね。丸にこう斜線が引いてあるような記号で書かれることもあります。俗に言うハーフディミニッシュと呼ばれるね、コードなんですね。まあ押さえ方はまた3種類覚えていただければ済むと思いますので、3つね頑張って覚えてください。ではですね、またアップで見ながら構成音とか説明していきたいと思います。はい、このような形になりますね。ディミニッシュで押さえたね、形に似ています。C ディミニッシュではここで押さえたんですね。ジグザグに押さえるんだよって言ったね。ジグザグに押さえてくださいって言ったこのコードをですね、この5弦ルートからやっていただけると、ちょうどね、5弦ルートのこのマイナー7フラット5になりますね。音の構成はド、ソのフラット、これはシのフラット、セブンスですね。それとミのフラットが入ってます。ド、ミのフラット、ソのフラット、ここまでがディミニッシュと同じなんですね。で、ディミニッシュの場合はラ、シックスが入ってたんですが、セブンスが入る。なので、ドミソの部分、ドミのフラット、ソのフラットまでがディミニッシュと同じで、一個だけ違うので、なんかハーフディミニッシュっていう呼ばれ方をするのかなと思うんですが、何がハーフなのかわからないので、そのネーミングのゆえんはね、あまり気にせず、ハーフディミニッシュって言うんだなって覚えてくださいね。なので僕は、わかりにくいというか、紛らわしいので、いつもマイナー7フラット5というようにしていますね。普通のマイナー7の、構成音にこのソがね、フィフスがフラットしただけというふうに考えていますが、またそういう話をすると難しくなりますので、マイナー7フラット5って書いてあったら、もうこの押さえ方するんだなって覚えてくださいね。5弦ルートの場合はこのね、人差し指をこのルートに置きます。そしたらジグザグですので、薬指を今度4弦の、4フレット、3弦の3フレットに中指、人差し指と中指がこれ3フレットですね。で、小指は2弦のこの4フレットになります。薬指と小指が4フレットですね。3434ジグザグです。3434になります。これが、マイナー7フラット5ですね。もちろんこのルートが D になれば D マイナー7フラット5になりますし、E になれば E マイナー7フラット5になりますし、ということでね、ルートの音をそのコードネームに合わせてくれれば、いろんなマイナー7フラット5が抑えられるわけです。で、この5弦ルートの押さえ方はこれで、次6弦ルート、6弦ルートの場合は、ドが今 Cm7 フラット5で説明してますので、ドが6弦に来ます。こんな押さえ方になりますね。これね、わかりますかね。3本の指がこの8フレット、ルートと同じフレットに入っています。中指でルートを押さえますね。そしたら1本飛ばして5弦飛ばして、この4弦の8フレットに薬指、そして3弦の8フレットに小指で、2弦を7フレットです。これだけ1フレットずれてる覚えてください。まあ、下にダイアグラムがありますので、そちらもね見ていただけると絵的なイメージが浮かぶと思いますが、押さえ方はこんな感じですね。中指の腹で5弦はミュートしています。そして、人差し指のこの腹でこの1弦もミュートしますね。中指の腹で5弦をミュートして、人差し指の腹で1弦をミュートしていますね。はい、これでマイナー7フラット5、6弦ルートになります。で、5弦ルートの場合、ちょっとミュートのお話しするのをちょっと忘れちゃったんですが、6弦は親指でカットしますね。こう、触っておくわけです。そして、人差し指のこの根元の部分で、1弦をミュートしておいてください。なので、これで、ダーンと弾いても、しっかりこの綺麗にマイナー7フラット5がなります。ミュートしないとね、余計な音が混ざって、気持ち悪くなっちゃいますから、しっかりミュートしてくださいね。で、次は、4弦ルートが残ってますね。4弦ルートの場合は、人差し指をこのドの音、0度でしたね、10フレットに置いてください。だから薬指をね、こう逆ぞれしながらね、こう3本1フレット足します。つまり11フレットになりますね。4弦の10フレットに人差し指、そしたら1フレット上高い方に薬指を3本ダンとまっすぐ押さえちゃいます。はい、これで、4弦ルートのマイナー7フラット5になりますね。で、人差し指の先でこう触って5弦がこう鳴らないようにします。そして親指でできれば6弦を消して鳴らないようにするんですが、まあ、最低限この人差し指の先で5弦をミュートしておく形だけでも OK ですね。はい、このね、4弦がルートですから、4弦がミナカになったら、これ Em7 フラット5になるわけですね。はい、結構マイナーのキーなんかではこのマイナー7フラット5っていうのはよく出てきます。マイナーの曲ではいっぱい出てくるので避けて通れませんから、頑張って押さえてくださいね。 Em7 フラット5、めんどくさいから E マイナー押さえちゃうと全然違うんですよね、響きがね。はい、なのでしっかりこのマイナー7フラット5を覚えるようにしてくださいね。整理すると、5弦ルートはジグザグでした。で、6弦ルートはこうね、
同じフレットに3本、そして1個低い方に人差し指が来ると。このルートがラに来れば Am7flat5、ソに来れば Gm7flat5、 こんな感じでね、ルートを動かす練習もしてみてください。それと4弦ルートはこう、ね、薬指を3本こう逆ぞりするのでちょっと大変でしたかね。こう逆ぞりしてるの分かるでしょうかね。ギュッとこう反ってます。で1弦から3弦までしっかり薬指で1本で押さえてますね。はい、ちょっときつかったらね、薬指2本にして中指でこうサポートしてもいいんですが、ちょっと狭くて押さえにくいので僕なんかはもう薬指だけで押さえてますね。これがね、マイナー7フラット5の押さえ方です。これはね、なんか移動とかそういうのないので、この3つの形をしっかり覚えてもらえればいいと思います。